俺を追い詰めたつもりか。慶長の復讐ってわけかい。違う、俺の兄貴はよ、死んで当然の男だった。いつか誰かに殺されると思ってたぜ。罪ってのはよ、そうなるようなことをしてりゃよ、どっかから回り回って罰がやってくる。それぐらい俺にだってわかるからな。てめえ本体のよ、名前と住所を言え。命だけは助けてやるからよ。答えれば命だけは助けてくれるのか。意外と冷静じゃんかよ。敵討ちにグツグツ腹渡煮えくり返ってると思ってたがな。本心はてめえが答えねえこと願ってんだよ。てめえを削り取りたくてうずうずしてんだぜ、このボケ。やっぱりな。しかし削り取る。そのスローすぎる右手でか。笑ったものか、あくびしたものか、こいつら迷う迷う。やろう、ほらっこらー。